ピッピンのシンピッピン三世は、フランク王国の国王。アウストラシアの救済だった、ピピン一世との対比で、小ピピンとも呼ばれる。また、ピピンタンク王とも呼ばれる。フランク王国救済、カール・マルテルの子。はじめネウストリアの救済及びアウストラシアの救済であったが、メロビング朝のキルデリック三世を排して自ら大いに、月、カロリング朝を開いた。 ピッピンは714年に現在のベルギー領ジュピー・シュルムーズで全フランク9歳、カール・マルテルとその妻クロド・トルードの間に次男として生まれた。父、カール・マルテルはランゴバルドから軍事的な支援を得るために次男ピッピンをランゴバルドをリュート・プランドの養子とした。744年にピッピンはランハクの娘であったベルトラダと結婚し何人かの子供を設けた。 そのうち息子は、カール、カールマンの二人が成人した。741年に、父のカールマルテルが死去し、権力は、ピピンと兄のカールマンの二人に継承された。諸子のグリホにも割り当てがあった可能性はあるが、このイボ帝は、ピピンとカールマンによって、ヌシャ島に軟禁された。また、743年には、ピピンとカールマンは、 メロビング朝のキルデリック三世を国王に擁立した。747年に兄カールマンは自ら修道院での院政を望んでアウストラシア救済を辞したため、ピピンは救済としてフランク王国の実権を握った。そして彼はローマ教皇ザカリアスに王の称号を持つのみの者のと王ではないが王権を行使する者の,のどちらが王たるべきかと尋ね。 実権を持つ者が王となるべきという回答を得た。これを背景に751年11月、ピピンはソワソンでフランク族の貴族たちによってフランク王に選出され、マインツ大司教ボニファティウスによって投入された。キルデリク三世は髪を切り落とされ、サンベルタン修道院に応じテウデリクは三番修道院にそれぞれ遊兵され、メロビング長は断絶した。ピピンは 多くの土地を征服し、その権威は、クロビス一世以来最も高まっていたが、754年に、ローマ教皇ステファヌス二世が彼を、ローマ貴族に助し、パリのサンドに大聖堂まで赴いてというしたことでさらに、増した。この時ピピンは、王位の世襲を望み、ステファヌス三世は、息子のカールとカールマンにもというを行った。ピピンは、王位商人の見返りの一環として、 754年から755年にかけてランゴバルド王国のアイストゥールフスと戦い、ラベンナを奪って756年に教皇ステファヌス三世に献上した。これはピッピンの鬼神と呼ばれ、後の教皇領の元となった。また759年にはナルボンヌを奪還して、サラセン人をフランスから駆逐することに成功し、さらにアキテーヌも王国に組み入れた。 768年にピッピンはサンドニで崩御し、サンドニ大聖堂に葬られた。ベルトラダとの間に以下の史上を設けた。ありがとうございます。